先生の社会科授業ということで、今日もやっていきたいと思います。前回までね、地方の、政治の話をやってきたんですけども、今日からですね、またガラッと、単元が変わりまして、今日からですね経済の、話に入っていきたいと思っております。公民もね、今までこういろいろ憲法であるとか、こう政治だとかね、こう地方の話とかね、こういろんな話にこう、やってったんですけども、やはりこの、そうですね、中学校3年生の後半部分でやっぱり出てくるこの経済っていうね、なんか経済っていう言葉だけ聞くとですね、非常になんか難しい、ね、何をやるのなんかちょっと怖いんだけどみたいなね、そういう風なイメージを持つ、そういうね、子もいると思うんですけど、先に言っておきますね。めちゃめちゃ面白いです。何を隠そうですね、先生、私去年までね、まあ、今年の3月までね、中学校の、まあ、公立中学校の、教員をやっていたんですけど、まあ、それを辞めてですね、今こう社会科専門塾スカイっていうね学習塾を、始めてやっているわけなんですけども、まあ、どうしてこう教員を辞めたのかっていう、まあ、理由の一つにも、なってます。それまでですね先生はどっちかっていうとお金にあまりこう頓着、無頓着な、タイプで、なんていうんですかね、まあ、ちょっとカッコつけっていうのもあるんですけど、なんかこうお金のことばっかり考えてたり、なんかケチな人とかね、なんかこうね、お金儲けのこととか考えてるってなんかカッコ悪くないみたいな感じの、ちょっとそういうふうに思ってる部分があって、ね、なんかさ、お金よりもね、大事なことがある。ね、なんかこうさ、友達とか仲間とかね、愛とかね、まあ愛って言うとちょっとね、似合わないんですけど、なんかさ、お金よりも、なんかちょっとそっちの方が大事みたいなね、いうふうに考えてた部分があって、あんまりこうお金のことを考えたり、いろいろこうしたりっていうのはね、なかったんですけど、まあある時を境にですね、まあお金の、ことを、いろいろと考えるようになりまして、あ、このままじゃまずいなっていう、先生全然お金のこと知らないなっていうのがすごくあって、まあ例えば税金とかあるじゃないですかね。税金ってなんかいろいろ消費税とか、なんか給料から所得税とかなんかいろいろ取られてるけど、住民税とかもね、それってさ、なんかめちゃめちゃ取られてるけどなーとかね、なんか取られてるのが嫌だなーぐらいでさ、別にいくら取られてるとかもあんまり考えてなかったし、貯金ね、将来に、向けてのこうお金をさ、まあね、結婚して、子供も生まれて、ね、将来じゃあどうしていこうかなとかね、こういろいろ考えた時にさ、銀行でお金預けてっていうのがまあ基本じゃないですか。ねえ、てかそれしか知らなくて、株とかさ、なんか投資とかって聞くとさ、うわ、出たよ。はい、ね、俺を騙そうとしてるんだろっていうね。そういうギャンブル的なのはまあ好きじゃないから、ね、なんかやだし、損すんのも嫌だし、お金減ったりするの嫌じゃないですか。だって無駄にさ、減るのは嫌だよね。だからなんかあんまりそういうのもよくわからなくてさ、全然やってなかったんだけど、まあやっぱりある時を境にね、なんかそういうのをいろいろ考えるようになって、でまあ今の自分の生活を見直したりとか、自分のさ、こうお金がスタートで自分のこう生き方とかね、うん、そういうのもね考えるようになったんですよ。でそれがきっかけで、まあいろいろ今のじゃあ自分の置かれてる状況だとかね、働き方とかさ、いろんなことを考えてった時に、まあ、教員を辞めて、まあ、ちょっと新しいこと挑戦しようかなっていうことで今に至ってます。だからね、まあこれから経済の話をやっていくんだけども、本当に思うのは、社会科の中のさらに公民っていう分野で、その中の一部の経済っていうね、
ものでやっていくんだけども、まあ、大学とかさ行けばねこう経済学部とかあったりするからその道のこう専門でさいろいろやっていくと思うんだけど、この話って大学生になってからね、どうこうで学ぶよりももっとね小学生とかからやってもいいんじゃないかなって、うん、特に中学生ぐらいだったらこれからさ今ね進路に向けて高校受験どうするとかっていうところでさ、ね、いろいろ将来のこととかね仕事がどうとかさ、まあ、大学に行くのかなとかさそういうもので、ね、将来のことを考えてでそこから逆算してこう進路っていうのをいろいろと考えてはいると思うんだけども、そこにね一番大事な要素としてお金っていうことが実はねごっそり抜け落ちてると思うんですよ、ね、給料がどうとかさ将来の資産、ね、自分が生活していくためにどうやってねお金をやりくりしようとかそういう知識ってさ教わってないじゃないですか。あんまりこれね本当学校でやった方がいいと思いますよ、ね、時間割に組み込んでいいと思います。お金の授業の時間ってねそれくらい先生はこの自分の人生を変えたっていうのももちろんあるし、この経済っていうのはすごくやっぱり大事なね、知識だったり考え方だったりすると思うんで、ぜひね、これからのねしばらく経済の授業続いていきますけど、しっかり聞いてってもらいたいなって、思います。最初にね言った通りこう難しい部分ももちろんあります。ただお金だったりとかお金だけじゃなくていろんな話していくんですけど、結構皆さんに身近な話も多いと思いますからね。むしろね歴史とかでさね、なんとか文明とかさ、なんか藤原のなんとかさとかね、なんかいろいろ出てきたじゃない歴史でさ、ね、お昔のこととかやるじゃないですか。あんなものよりよっぽどリアルですから、よっぽどリアルだし身近に感じるからハマる人はハマると思いますよ、ね。なのでできるだけ、ね、こう身近な感じで話題にしたいね、分かりやすく伝えていきたいと思いますんでね、楽しみに、してこれからの授業ね聞いてもらえればいいかなと思います。では早速いきましょう。